今日はですね、プラモデルのロボットですね。これはバンダイです。バンダイのハリハリです。こう針が体中にたくさん出ているので、ハリハリって名前にしたんでしょうね。この説明書もなんか雰囲気ありますね。これはバンダイの万歳をしているバンダイのマークですね。そしてシリーズが作られたんでしょうね。ザ・ミサイラー、ガードマンロボット、アタックボーイ、ハリハリですか。結構難しいですよね。1970年といえば大阪万博ですね。まあ、大阪万博会場でもロボットは大人気だったんです。ということでバンダイがね、ロボットシリーズを作ったんじゃないかなって思いますね。もともとは今井で作っていたジャングルプリンスに登場する悪の破壊ロボットデストロイヤーだったわけです。そして生まれ変わったのがバンダイから発売したこのハリハリですね。ギミックもですね、このハリハリロボット背中にですね、このここにスイッチ、ちっちゃいスイッチあるんですけど、これをスイッチを入れると分かりますか、ここに点滅するんです。点滅の色が変わってくるという凝った作りです。そしてこのたくさんの針の中のこの色が変わったオレンジのこの針をですね、回すとどうですか。こんな感じです。アンテナが回って頭の中の動力が動いてるからね。そして両手両足が動いてる。なんとなく禁断の惑星のロビージャロボット見たことにちょっと似た感じがしますよね。ちょっとですね、この台がガラスなんで滑っちゃうんで不安定なんで、こんな感じで進んでいくわけです。いかがだったですか。1970年大阪万博の時代です。ロボットは大人気だったわけですよね。そしてバンダイから発売になったロボットシリーズハリハリです。値段は600円ですね。懐かしい方たくさんいらっしゃるでしょうね。今日はプラモデルのロボットシリーズハリハリをご紹介しました。また次回お楽しみにしてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。